マキミナーエステート、コールタワーにて、ハーグでーす。はい。昨日の動画を見ていただいた方、感じたかと思うんですが、やっぱ出血ってめっちゃ強いなぁと感じたので、ずさんな肉屋を一番よくつけてるのってハグじゃなかったっけと思って。なんで、ハグに、さらにナースコールと観察&虐待をつけるっていう。イニシエの構成できました。この構成、最初ハグ練習してるときめっちゃ好きやったんですよね。で、フランクリンの悲劇の部分はほんまは堕落にしたかったんですけど、ちょっとライト持ちがいるんで、ね、ライト持ちにはね、ちょっと非常に強い怨念を抱いておりますので、そう、罠消されんのよね。ライト持ちいるときついから、フランクリンの悲劇で、それを叩き落としていきたいなと思っていると。ここの発電機回すと、あ、てか、ここもあったんか。あー!このコールタワーのタワー側にね、発電機固めたかったから、ここ直ってほしくなかったんけど、まあ、発電機あるっちゃあるから、いいか。そこの発電機守ればいいよね。おー。で、くるっと回って、やったー、戻ってきた。この感覚久しぶりやな。おかえりハグね。最近はね、あの罠発動させた時にさ、いた、こっち行くぞこっち行くぞみたいな、ね、ちょっとどういう動きをハグがしてくるかっていうのを分かってるサバイバーも増えてきているので、なかなかねこういう風にうまくいかないことも多いですね。よっしゃ、救急箱をフランクリンの悲劇で叩き落とせたので、で、その人釣ってるし、この救急枠はもう使えなくなるんじゃないかな。ほっといたらね。よいしょ、ここら辺書いて、救急箱拾わせたくなるな。あ、一発切れるのは美味しい。よしよし。で、しっかり傷つけて、で、発電機のない方に逃げるんであればもう、ほっといて、とにかく、また通路に書くと。この繰り返しで、どんどんと、じりじりと、生存者を追い詰めていきたいんですが、全員が全員ね、しっかり向こうに向かってヒールするとね、きついのよな。結局きつくなねえな。全員が動き分かってると。この辺かな。で、この発電機を、まあ、あわよくば守りたい。よ。ああ、ちょっと。今のは即飛びで殴りたかったけど、殴れそうよかった。OK。一発。あそこはもう全然治っていいやつですね。OK。ああ、外側からそっちに逃げるか。この辺書いとくか。対策でね。OK。あ、これいけんちゃう。いやー、いたか。あ、デッドハード。じゃん。よし。ちょい飛んでます。あー殴れない。あ、そこを踏むんちゃう。あー内側行くか。あ、オッケー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 。そのライト落としてください。いやーよかった。ちょっと待って、もう書いたろうぜ。ライト拾わせへん罠を書いて、で突っ込みます。ラッキー。もう一周回ろうとしたよね、今。もうハグはね、足遅いし、板倒すの待ってて、もう一周ってやられた時の痛手が大きいので、基本的にはもう突っ込んで、板倒してくれたらラッキーぐらいの感じで、やってます。で、板、ぶつけられたらもう、その板割って、で、タゲ変すると。そういう感じですね。もう救急箱それ使えないよ、ね、まだいる。これは、あーそっち、あかんか、こっち行った。あれ、あれこっち、うん、あれ、なんかいる。ちょっと待って、今どこ行ったかわからんかった。アイアンのウィル、まあいいや、は
これで全員怪我なので、これね、発電機側から全員離れて回復してるかもしれん。なのでちょっと罠仕掛けて準備ができたら出張したいな。こことかも書きたいよね。ほい、蹴って、ほい、さあここでうなれナースコール、よし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 、あれ邪魔したいで、あ、途中でやめさせられたらこの人の出血分なくなるわけよ、ね、よし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 今まで回復してた分は台無しになると。よっしゃ、あ、ちょっと飛んでいいですか。いや、一発殴りたいな。おおおおおですね。でこれでこうやってしっかりね邪魔しとくことで、こういった倒してくれたらそれはそれでいいんですけど、今セルケアした分はゼロになるよね多分ね。よしよしこれでいいね。ちょっとずつでも邪魔しとくと結構な遅延になるはず。今セルケア何十秒分か無駄になって、おっ、いいぞ、よし、いやーこれは大きい。でこの人の方が、発電機側に近いからあそこまで連れてくわ。そして倒れ位置もよかった。向こうに2人おる、もう1人はやべ、マッスル、やっぱりアダムやな、アダム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 、熱いよ危ねー回しきる勇気やったな。いや紙一重やったね今の。いやこれは大きいわ。よし、さあ2人、これはねやりきりたいね。この人の前に置きますか。ほい、んで、ネアが今回復してて、マジ、ちょっと待って、マジか、あれ今回復したってことはナースコール反応してないから近くにいないなって思ったんやけど、どこで回復してたんやろ。まさか、うちなる回復か。いやこれはね、もうアダムを絶対やりきらなきゃダメ。ここでアダムをやりきらずしてどうやって勝つよっていう話だから、これはキャンプっすね、さすがに。あなたには他界してもらいます。ちょっと追う感じは見せるけど、おおお、それもオッケーこのダウンは美味しい。よし、キャッチ、オッケー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 、よし、ストリアッターで、今倒れてる人 DS あるかもしれんからちょっと追うか。あ、やってるやん、マジか。まあいいわ、帰ってこ。もうええかな。まあここ罠書いて、ほい、さ、釣ります。でこの人終わりっしょ。よし、勝ちでしょ。しゃあ2人を交互に釣って、焦点させて、残り2人はゼロ釣りやから。いいペースですね。おお、ちょっと待って待って待って。そんなに離れてないとは思わんかった。では、こっち回って。ああ、もうキャラコンビするし、そもそもここいたないから普通に追えばよかったし、もう。何やってんだ、ほんま。はい。お、あら。補給箱多分ないやつですよ。フランクリンで畑落としたやつですよ。まあ釣るか。しゃあ。釣り回数ね、あんまり増えすぎてたらハグは絶対勝たれへんから。いや、いい釣りペースでいけたな。釣り順番が良かったね。んで、しっかり発電機固めて勝つことができた。それに、ライトへの恨みもね、晴らせたわというわけで、不産な肉屋かけるハグはやっぱり強いですね。レイスハグあたりがやっぱり強いんじゃないんかな。レイスでさ、ずさんばらまいて、んでナースコールつけて、で回復してる人のところにスーって寄っていって回復中断させるみたいな。でそこでチェイスうまくいかなくても
まあ、そこまで回復した分の回復ゲージまた無駄になるし、そういう強さがあるなと感じましたね。今回もオラ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 出血しろやって言ってね、迫っていく場面で、迫るだけ迫って回復分無駄にして離れるっていう場面あったと思うんで、ね、ああいうの起きた。ゲート戦の準備してたら来てくれた。ヘッドハードね、ちゃんとここは警戒します。よし、この人がまあそっち行くよね。小屋とかまで行かれるかな。おっ、そっち行ったらほい、レッドハードよし、はい、いやーよかったよかった、最後までしっかり見れましたね。デッドハードをしっかりと警戒して2人ともしっかり倒すことができました。いやーいいわ。いやー、この前のね試合でかなりボコボコにされたんですよね、ハグで。ハグさ、まあ、僕が使ってるキラーの中ではね、投射費ですが、まあ、比較的レートはまだ高めだとは思うんでね。で、平日の朝にやってたんでね、もうめちゃくちゃ強いサバイバーに当たりましたね。うん、なんか何千時間プレイ、5000時間ぐらいやってそうな感じのプレイヤーさんたちに当たったりとかして、相当きつかったんですけれども、今回勝つことができたわ。この前の試合でね、ズタボロやったんで、いや、よかったわ。別に1回か2回ね、負けたぐらいじゃ何も思わへんけど、連敗が続くとね、やっぱ、心折れてくるよね。キラーしんどくて心折れそうですわみたいなメッセージも結構いただくんですけど、まあ心折れたらね、サバイバーでもやって気分転換してまたキラーやりたくなったらやってくださいとしか言えない。キラーは心が折れるものです。でもだからこそ勝った時の喜びがでかいみたいなところもあるんで、ぜひ練習して上手くなってください。そしてサバイバーの浄化されたね、魂を集めてカタルシスまんじゅうにして、美味しくいただきましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。以上、黒ハグでございました。いやー、パークもがっつりやね。